こんばんは、平井博明です。今回はですね、アイアンのライン出しとですね、ドローボールってボールが止まりづらいってよく言われてるんですけども、そんなことはないので、ドローボールでも十分球は止められるテクニックを紹介したいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。ライン出しってよく聞くと思うんですけども、ライン出しってターゲットに対してフルショットじゃなく、僕もあんま詳しい内容って分かんないですけど、例えば僕今から150ヤードの青い枠のグリーン狙おうとしてるんですけど、あそこに対してレールを引いたように、その上にボールを通すような、要はもう左右に曲げないでまっすぐあそこにラインを出していく、そのまんまですねあそこに対してこういう風に打っていくような感じ、あれだけでも結構難しいと思うんです。でもであれはストレートボールで、次にストレートじゃなくて普通の飛距離で普通のドローボールで球を止める、要はライン出しとまたちょっと別なんですけども、ドローでも全然球は止まりますよ。止めに行きますね。ちょっと打ってみたいと思います。完璧なんですけど、完璧なんですそうですよね。あれは150ヤードの看板がこの線だとしますって言ったら、バックスイングをドローで止めたい時ってバックスイングをここに上げるんですよ。これがストレートボール打つ時のバックスイングで、これが止めたいドローを打つ時のバックスイング、これぐらい、これぐらい、これぐらい、ストレートドロー上げる方向ね。そう、ちなみにボールの大きさはこれぐらいです右一本、ね、そうだね、そうだね、そうだね、それぐらいのイメージ。それぐらい細かい調整してる。そう、それで動きでやりますね。ストレートボールドロー違う、うん、多分あの2画面にやっても多分同じ画面つけても多分分かんないと思う。重ねてみる。重ねてみる。そう。そう、それで大事なのはダウンスイングからフォロースルーがマジミソ。そう、今のより？そう。今の全然ジョノ。グダグダバックスイングの話したしましたけども、こうやって上げて下ろすときに、ストレートボールってこのままこうやってこうやって下ろしてこうやって打っていくんですけど、止めるドローってこうやって打つ感じなんですよ。左脇めちゃくちゃ締めて右手の甲をターゲット向ける、こういう感じ。ちょっとその感じで打ってみるね。この感じ、この感じ、この甲の感じ、正面向くとこんな感じ、左脇もこんな感じ。ストレートボール打つときはこういう感じだけど、その止めるドローを打つときはこういう感じ。左脇も全然違うんだよね。こういうフォローかこういうフォローか、あとだからこうやってなるかこうやってなるか、その出し方も全然違くて、120点です。完璧。だからこう、こうやって左脇締めてこうやって使う感じなんだ。だからもちろん左手の手のひらはターゲット向くから、右手の甲は絶対同じくターゲット向く感じ。そうするとドローボールでも全然普通に止まります。なんでこれはぜひ皆さん練習でやってみてください。なんでそれが止まるの？
ドローってそもそもこういうドロップ回転がこうフック回転プラスドロップ回転が加わるのよ。そうだからバックスピン量がそもそも少ないの。だけど俺は日本から太平洋の下を通って赤道近くを通ってそれでブラジルを通ってティファナの方に向かう感じなの。そうメキシコのもう要はカリフォルニアの下よね。その辺に抜けていく感じだからこういう感じで降ってくるの。ああこれは急だとしてそうそう何の話してるかなそうマジで言うとこっから入ってこう行ってここに出るのこうやってだからこういう感じこうだからスピン量が普通に打った時とあんまり変わんないのよ。だから左に曲がってるけどバックスピン量は変わんないから普通に止まるのよ。そうドローって例えばこうやってこうやって打つ感じで打つんだよね。こうやってだからこうこういう回転がかかるじゃない。それでこう殴るようにバチンって飛ぶ。だから昔は距離が出るって言われてたんだけどスピンがちゃんと入るクラブだとね。だけど今のクラブは入らないから横回転にこうやってなったりするんだけどそういうの抜きにしてこうやって打ったらやっぱ止まんないんだよね。飛ぶけど特にアイアンなんかはだからこういうふうにこういうふうに打ってあげて ね、 なるほどね。だからこういうフィニッシュになるわけよ。巻いてるんでねこうやってそう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 。そうするとちゃんとスピンが入ってこうやってこういうふうにそうだからちゃんと高さも出るしドロー打ってるのに高く打てる。高いでしょ、うん、そうだハイドローでちゃんと高さで止まる部分とスピンで止まる部分両方あるからそんなに普通に打った時と要は前にこう転がんないっていうか普通に止まる球が打てる。超かっこいいじゃん。かっこいいですよ。絶対やった方がいいこれ難しいことやるのがすっごい難しい。だけど俺は持ち球がドローだから別に難しくはないわけ。俺はもともとドローヒッターで球を止めたかったり止まらないであろうで本当はドローなんだけどストレートとかフェードに変えてる人がいたらこれをやってもらいたいの。止まるから。そっかそっか、うん、無理してね。無理そう、うん、無理してやってる人がいたらもったいないから絶対、うん、多分ストレートかフェードに変えてるんだったらこれの方が簡単だからドローヒッターは。だからで絶対条件としてハンドファーストにしない、振り遅れさせない、クラブは寝かせない、これは絶対条件じゃないとこれは打てない。手打ちじゃないと打てない。うん、手打ちの方がいい、うん、手打ちじゃないとミスが出ちゃうね。あのダラーンって動いちゃうからこうねやっぱりねシャキンシャキンって動かしたいのよ。ゴルフってベローンベローンとはあんまり動いてほしくないのよ。どっちかというと歯切れのいいクラブの動きだったりスイングをしてもらいたいからビターンっていう感じをやっぱ打ちたいんだよね、うん、で打ってもらいたいし、それにはやっぱり緩く使ったりこうメリハリがないスイングだとどうしてもダフったりミッションとは出るからあんまりおすすめはしないかな、うん、ライン出しもうちょっと詳しくやった方がいいのかな。ライン出しのポイントとして左脇の締め感と両手首のロックっていうのはなるべくしてあげた方がいいんですよ。でこれ普通に打っちゃうとクラブがこうやってこうフリップでこう出ちゃうからそれだとライン出せなくなるんだよね。ドローしちゃったりそうそうそうするから、左脇と手首両手首をロックしてなるべく体の回転であげるとラインが出やすいので、まあ、今のもいい球だったんですけど、ああいう風に腕とクラブのこう動きの差をつけない感じなんですよ。一体型で動いてあげて左脇締めてこう体幹で打つような意識を持ってあげるとライン出しっていうのはできやすいので、その時にこれも一緒で
ライン出しってフルショットの飛距離のちょっと手前ぐらいまでしかいかないんですよ。それはクラブをフルスイングしてないからなんですけど、それでクラブを振ろうとするとここでこうやって振り遅れちゃうんですよ。またなんでそれがないようにこういう硬い動きをこう常に意識して打ってあげるとよりライン出しっていうのは打ちやすくなると思うので、ぜひやってみてください。では今回はですね、アイアンのライン出しとですね、ドローでも止まりますよっていうネタをですね撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。アイアンストレートとかあのボールの持ち球の人は、うん、ドローで止めるの難しいと思う。難しいね。やる必要がない。もともとストレートとフェードの球の方が普通に打ったら止まるから。そう。ただ反発意見が個人的に好きだから、いやドローでも全然止まるしって打つ、そう打って、でも実際止まるからね。本当に今普通にアイアンとかでストレートフェードが出てる方は何にも考えない方がいい。普通にそのまま打った方がいい。でドローで止まらないのかなって不安を抱えてる人が自信満々になる動画です、これ。そう。最後までご視聴ありがとうございました。